大丈夫、めっちゃ寝てた。お疲れ様、起床しました。めっちゃ飛び起きた。あ、やばいと思って起きて、本当に30秒。この枠は1時20分まで。お父さん、たくさんお菓子ありがとうございます。こっち聞いてたよ、ありがとう。めっちゃ爆睡してた。眠眠眠。あ、ありがとう、たくさんお菓子。マジの巻き混ぜパン乗り切ろう、乗り切る。ようやさん、ようやさん、だから寝坊が怖くて夜の配信の前に大量アラームを仕込みました。え、かっこいいよね。あ、びっくりした。 F 犬さん、かぼちゃありがとうございます。ありがとう。めっちゃ眠い今。ありがとうね、お化けもお菓子もたくさんありがとうございます。なんかめっちゃリアルな夢見て怖かった。あれは現実なのかどうなのか。間違えた。あ、お菓子ありがとうございます。こんにちは、かわいい、ありがとう、嬉しい。照れる照れる。お化けありがとう。なんか最近、あ、お化けありがとう、たくさんお菓子もありがとう。え、ごめんなさい、めっちゃ内容のない配信で本当に申し訳ないんだけど、頭が本当に働かなくて今なんか何に喋ってんだろうって感じなんです。あ、近藤和弘さん、たくさんありがとうございます。あ、 F 犬さんもありがとうね。拓堂さんもお菓子たくさんありがとう。もう本当に頭が働け働けと念じてます今。ねじねじ。
でも今日のお昼ご飯は私の大好きなファミマのパスタなので楽しみです。あ、中村さんレインボースターありがとう。最近ハマりすぎてそのパスタばっか食べてる。でもパスタって太るイメージあると思うけど、なんかパスタの中でも一番カロリーと脂質とかが低いやつです。なんかきのこと醤油みたいな。あ、お菓子たくさんありがとう。だからそれ今日食べります。あ、お菓子ありがとう。めっちゃ楽しみ。あー眠い、やばい。あ、ほっしー、ありがとうレインボースター、こんにちは。あ、あとさ、昨日ね4期のね連絡、4期と連絡ペコリめっちゃ好きやなペコリ。あ、ありがとうお菓子。4期の子たちと連絡取ってて早くご飯行こうって話。あ、シュイズさんたくさんありがとうね。4期のみんなと連絡取ってて早くご飯行こうねって約束した。なんかね、名前は言わないでおくけど、なんかびっくりした。なんか あんまりというか、なんだろう、会いたいねって。待って、え、え、待って、一十百千万、え、一十百、一十百、十万、え、待って、え、待って、びっくりした。もうね、もう大きすぎて 目がなんかもうさっきよりのさっきのなんかもう5倍ぐらい目開いたわ。待って、え、待って、本当にありがとう。え、本当にありがとうございます。近藤和弘さん、なんか開いた口が塞がらないです、塞がらないですって、なんかあれだけど、開いた口が塞がらないけどめっちゃ嬉しい。ありがとう和弘さん、ありがとうございます。このくまちゃんを大切にするね。パッション熊祭り、ありがとう。あ、お化けもありがとう。ねえ、そうなんだよね。ね、本当に。なんか本当にどうなるかわからないから、めっちゃヒヤヒヤするけど。え、ありがとうございます。あ、お金持ち先生も。レインボースターありがとう。あ、お化けありがとうね。お、え、なんか
待って、めっちゃ今びっくり仰天あら不思議のなんか世界仰天ニュースみたいな感じ。もう目が大きくほんまに嬉しい、そうやっててくれて。あ、あげ、あ使い方が違う。びっくりしすぎていい意味で開いた口が塞がらなかった。びっくりして。違うよ、そういうことじゃない。お化けありがとう。なんか寝起きだからめっちゃ喉おかしくてごめんなさい。でも本当にさっきの私めっちゃ口がポカーンだったはず。ありがとう、お化けもたくさんありがとう。あ、みんなもありがとう、ぴょんぴょん投げてくれて。よしよし、アバターよしよしし。こんにちは。びっくりしたね、ありがとね。嬉しいよ、めっちゃ。ちょっと待って待って、タワー、これでまた使ったらダメなんだけど、本当にびっくりすぎていい意味で開いた口が塞がらないのえ、ね、本当にありがとう。え、2つも、やばい、ごめんね。めっちゃおでこ、なんかみんなって多分私の配信見に来てくれてるから、あの、はい、あの私の顔見たいかもしれないんだけど、ちょっと おでこでごめんなさい、本当に。ありがとう、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンタワー、ありがとう、ありがとうございます。本当に2つも、嬉しい、もうありがとうね、本当に嬉しい。私びっくりした。でもね、そうだ、今日さ、私めっちゃ考えてることがあって、なんか今日もメイク配信するじゃないですか、あの次の枠でね、1時間だけ。その後に私はもうその次の配信が最終枠になっちゃうんですよ。なんか最終枠の残りの30分でカラオケをしようかなって思ってて、うん、だからカラオケ配信見に来てくれたら嬉しいです。あ、ありがとうございます。でもいつもイベント最後はみんなでカラオケ歌ってるから、多分みんなカラオケになるとは思うんだけど、私もカラオケを歌いたいと思う。あれ、ボスターありがとう、お菓子ありがとう。牧場大吉ね、牧場入ってたらめっちゃね、もう私は何も不満はないです。何にも不満がないですよ、本当に。そうでしょ。でも何の歌を歌うかめっちゃ迷ってる。あ、ぴょんちゃん、レインボースターありがとうございます。最終枠は涙なしに見れんそう。え、もう私もう本当に泣きたくなくて、もうね、みんなにずっと涙を見せちゃってる気がするから、なんか申し訳なくって、だから私はもう今日の最終枠はできるだけ泣かないようにしようって思ってます。うん、こんにちは。目が潤んでるからちゃんと美少女ももさん、もうほぼ1位確実。最後の5分で本当に一気に5位になったりとかもするので、全然確実じゃない。本当にね、
本当に最後の5分で全てがコロッと変わっちゃうから、だから本当に常に焦って、で2位以内に入りたいから、うん、そうだね。でも2位以内って本当に、え、本当に気が抜けない。みんな強いもん、4期生みんな。だから気が抜けないので、そう、本当に最後まで分からない。私も一回オーディションの時にもう確定かなみたいな言われてたけど、めっちゃ下に落ちちゃったし、どうなるか分からないよね。怖いところではあるよね。って思うな。最後まで可愛いの確信してるよ。ほんまですか？ほんまですか？じゃあその言葉は信じますよ。嬉しい。教えて言ってくれて。うん、でもどうなるんやろう。でもね。泣いても笑ってもね、決まっちゃうので、本当にそれですごいの、うーん、すごかった時があった。見てる側もすごかったし、やってる側もすごかったしって時があるから、なんか怖いよね。もう本当になんか私なんかね、私今日お母さんから LINE が来てて、朝起きたらじゃないわ、ごちゃ行く前か、ごちゃ前に見たから、なんか今日はごちゃ頑張ってねみたいな、明日の最終枠まで心臓が痛いと思うけどみたいな、でも楽しく最後までやったら、なん、あの、ん、楽しく最後までやったら何でもいいんだよって LINE が来てて、いや、おっしゃる通りでございます。ほんまおっしゃる通りでございます。こんにちは、お菓子ありがとうと思って、最後の5分の凄さを開いた口が下がらない。もう私の言葉を使ってます。私の言葉ではないけど、でも呆れたって意味になるんやね、私知らんかった。そう、お母さんもね、めっちゃ私がイベントに参加してる側をよく見てたから、そう、よくわかってるんですよ、ママは。フォローありがとうございます。なんかもしね、3位とか4位とか5位だったとしたら、まだ審査員賞があるじゃないですか。でも審査員賞は私選ばれんのかなという恐怖心があるから、もう2位ができるだけ2位に入りたいなって思うな。なんかスタイルが良かったら選ばれるだろうし、可愛かったら選ばれるだろうけど、ずんぐりむっくりだし、私ずんぐりむっくりをさ、なんか掲載ページに選びたいかなって思う、なんか考えたら選びたくないかもしれないって自分の中で決めちゃってやばいやばい、ずんぐりむっくりが一人混ざったらってなったの。こんにちは、2位までに入って、うん、こんにちは、選びたい、ね、優しいね優しいね、本当に選びたいって言ってくれた、どんぶらこありがとう。こんにちは、
ほんまに嬉しい。あ、18分になったら誕生日読みますね。でこの後は配信切ったら1時間ちょっとしたらまた配信が始まるんですけど、次はメイク配信なので、はい、のんびり気ままなシルバニアファミリーみたいな、あかりのトムローキのお家みたいな感じで、ももさほがペア、え、私もねさほとねその話したんだよ。ペアでなんか掲載、なんかもしね1位がねダメだったらペアで撮るってなったら、もちろんみんなとも撮りたいけど、でも一番誰と撮りたいんですか、選んでいいですよって言われたら、なんか私とサホは口揃えてももちゃんってサホって言った。トンブロコありがとうございます。そう、なんか私のファンの方も、あ、今のイベントは多分わかんないけど、まあ、コメントとかはよくしに行ってるのを見てるから、サホのルームにも行ってるし、サホのルームに来てる行ってる方は私の今あのルームでもコメントしてくださったりとかしてるしね、なんかすごいお互い優しいファンの方々だなと思いますね。こんにちは。まあでもあれなんですよね、 NGT48 のファンの人はみんな優しいのでね。あと5分後に誕生日ね。特にももさほの絆好きですもの。かわいいよねさほかわいいよね、かわいいよね。わかります、わかります。スタイルいいし。こんにちは。めっちゃ跳ねてる。あ、お化けありがとうございます。でもちょうどあれだよね、スティーさんもイベントやってるから、もしかしてSTUさんのファンの方がももかの、あの配信応援してくださる方にも中にいるの知ってるから、どっち行けばいいかわからないよねどうしようってなるよね。あ、てつやさんありがとうございます。おまけありがとう。こんにちは。僕はクラゲミが怖くて、トゥトゥル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 。今桜坂46さんの新曲の I want to tomorrow みたいな感じの曲、あ、ありがとうございます。お化けの九太郎みたいなやつたくさんありがとう。え、そんなたくさんいいの、ありがとうございます。そう、その曲がね、なんかマジでなんか切り取ってみたらなんか違う曲になるぐらい、なんかテンポとか曲調とかめっちゃ変わるんですよ。でもめっちゃいい曲だから聴いてほしい。昨日はどうでした、最終日も頑張ってね、ありがとう、頑張るね。よかったら最終枠も来てね。そうそうそう、ゆなちゃんとのデートも楽しみにしててください。おそらく今のところだといけると思うので、仕事もどうね、次は最終枠で、あ、頑張ってね。あ、お化けいっぱいありがとうね、ありがとうございます。かぼちゃありがとう。え、待って、そんないっぱいもらっていいんですか、ありがとう。お化け、楽しみにしてるよ。
どんな服着ようかなってめっちゃ迷ってるんですよね。でもやっぱストリートファッションなんで、ストリートファッションっぽい服を着ます。あ、お化けの Q 太郎ありがとう。待って、めっちゃ、え、待ってね、ありがとうございます、さやさん、ありがとう。ゆなちゃんとも仲良くて嬉しいです。ゆなちゃんはね、もうね、年下なんだけど、年齢はね、芸能界で先輩にはなるんですけど、もうほんまになんかしっかりしすぎて、私よりなんか人生の年齢の中では私の方が上なんですけど、もうほんまになんかゆなちゃんの方が年齢の方も上なんじゃないかなって思う時もあるし、あ、なんか、あ、妹っぽいなってなんか癒される時もあるし、罪な女ですよ。めっちゃかわいい。あ、ありがとう、お化け。めちゃくちゃかわいい。あ、誕生日見ますね。13位、レオの土方さん、ありがとうございます。全部コメント読んでますよ、ありがとうございます。ありがとう。13位、次第12位、ラーテルさん、ありがとうございます、ありがとうございます。次第11位、さやさん、ありがとうございます。さやさん、今もぴょんぴょんしてる。さやさん、ちょん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 、ありがとうございます。10位、第71さん、ありがとうございます。第3、ありがとう。続いて9位、シュウィズさん、ありがとうございます。シュウィズさん、お菓子たくさんありがとう。続いて8位、ホッシー、ホッシー、キラキラキラ、ペコリペコリ。あ、待って、変わっちゃった。でも大体変わってないね。ホッシー読んだから、あ、9位がホッシーになってる。9位、ホッシー、ありがとうございます。8位、ナカムーさん、ありがとうございます。ナカムーさん、ありがとう。くるもも、くるもも。そして7位がぴょんぴょこぴょんのぴょんちゃん。あ、ぴょんちゃん、コメント書いてくれてる、ありがとう、ぴょんちゃん。6位、てつやさん、ありがとうございます。てつやさん、お仕事頑張ってね。これ、お金持ち先生さん、ありがとうございます。先生、昨日の配信、ゆなちゃんとの配信もありがとうね。4位、エフケンさん、エフケンさん、かぼちゃたくさんありがとうね、ありがとうね、エフケンさん。続いて3位、さやさん。あ、さやさん、3位までなった。さやさん、ちょん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 、ありがとうございます。お化けたくさん。続いて2位がたくぞうさん、たくぞうさん、たくさんさん、お菓子本当にたくさんありがとう。指、ゆっくり休ませてね、本当にたくさんありがとうね、ありがとうございます。そして1位が近藤和弘さんです。近藤和弘さん、見てるかな、見てないかな。和弘さん、本当にたくさんのね、熊タワーたくさん本当にありがとうございました。びっくりしちゃった、本当に。もう全部配信が終わったら食べますね、パクパクと。和弘さん、本当にこんなね、素敵な熊タワーたくさんありがとうございます。しかもお化けもたくさんね、ありがとうございました。ありがとう、和弘さん、ありがとう。はい、え、待って、さやさんめっちゃ送ってくれてるよ。待って、ありがとうね。でももう終わりますね、送ってくれてるけど。ありがとうございました。続いての配信は2時45分からの配信なので、よろしければ見に来てください。ありがとうございました。それでは、それでは、ありがとうね。